最近お部屋取材に行った時に、うん、その片付けが苦手な人と、うん、まあ比較的得意だっていう人がある。同じアイテムを全く異なる使い方をしてたっていうのがあって、それが非常に印象的だったんですよね。はい、で、そのアイテムっていうのが、うん、ホテルのアメニティでいただける。その洗剤、そのシャンプーとか。 バスジェルとかね、かねボディソープとか,、ねプとかね、魅力的ですよね。そう,そうそうそう。で、ね、私もあれ、子供の頃とか撮ってたなって、うんうん、また液体がこう綺麗な色だったりとかして見てて、そう、ニヤーっとするわけですけど。その片付けが苦手な人は、まあ、よくある光景ですが、その洗面台にたくさんストックしてあったわけですよ。ねね、シャンプーならシャンプーで使おうと思って、またいいホテルのやつだったりしてね。一方で、片付けが得意な人が、それをどうしてたかっていうと。うんうん トイレ掃除の洗剤代わりに使ってたんですよで泡はして楽しいよとか言って、うん、<laughs> 報告があるわけですよ、まあ、違う使い道を発見できるってことですねだからそういう固定観念からあれ離れているしで、それぞれどちらも高級ホテルはお好きなわけですででも高級ホテルが好きで取っとく人もいれば、うん、高級ホテルの思い出思い出としてあってうん、うん、でもらってきたものはそうやって使おうっていう人もいるわけですよねうん、うん で当然そのトイレ用の洗剤をその人は持っていない、うん、でそれを買うよりかは使ってないものを活用しちゃえっていうふうに考えられるんだなぁと思って、うんうん、結構びっくりしましたね。あ,<ー>あーこんんなに違うんだってだから何々用の何々洗剤っていうのをそもそも前提としてこう 信じてない。そう,そうだね。はー、うん、と思って。まあ何々よっていう洗剤がもう細分化されて、はい、何々よにやこれじゃなきゃなりませんみたいな、うん、要するに視野狭作が起きてるってことですね。ですねあでも思い出したらそれはやりますね。私も昔海外旅行に行った方からこう高級な 香水をもらうわけですよ。サネルとかなんとかね。で、私香水なんか一切使わないから。置いてあるわけですよね。で、それをね、トイレの芳香剤、あのトイレットペーパーに染み込ませて使ったことありますよね。だから高級な香水、いただきの香水をそのまま取っておいても意味がないので。しかも私は使わない。まあ、誰かにあげるという選択肢ももちろんだけど。古くなっちゃったのを本当にね、トイレペ。ー ちょっとペーパーに染みこしたけど、ちょっとあれ染み込ませすぎてひどい匂いになった <laughs> <laughs> なんていうの今思い出しましたね <laughs> なるほど。そういう使い方もあるわけですよね。<laughs> そうですね。はい。 ホテルのアメニティとか、うん、その香水とかもそうですけど、うん、本来の使い方じゃない使い方を、うん、その視野が広ければね、うん、実はできると。でまあそれはそ,そういったアイテムだけどそれがもう無数にそういうふうな発想で使うことができる人っていうのがおそらくいるんだなと思ってどっちかっていうと固定観念にとらわれる人間の方が私も含めて多いのでだからやっぱこの片付けが得意な人と苦手な人の 違いをね物でまざまざと見せつけられたような気がしましたね,そねその片付けが得意苦手っていうのは多分こうあらねばなりませんという思い込みの多さ少なさで違ってくる、うんはい ということなんですね。まあ片付けはイコール収めることだっていう思い込み、ね、しまうことだという思い込みね、いやそうじゃないでしょ、もの、うん、を減らすという片付け方もありますよっていう感じですよね。うん、断捨離とかね。ねはい。なるほどね。うん、だからまあその部分でもこう思い込みが外れているっていうことなんですよね。うんうん、きっとね。まあこれは今申し上げたのはこう物での現れだったわけですけど。 視野が狭くて固定観念にとらわれがちな時っていうのはえてしてその人生において大きな悩みを抱えている時っていうのもそうなりがちなのかなとそうですねやっぱり悩みが大きいっていうかな、うん、あの重大な選択の前の時に、うん、もともと大きな選択を私たちは人生でいっぱい迫られますよね。はい、でその時にど こっち選んでもなんかこう、うん、不安じゃないですか,、うんうん、か大きな選択っていうのはこっちを選んだら選ばなかったことも大きいわけですからねそういうところに状況に追い込まれた時にはやっぱり右か左か、うん、白か黒かみたいなね、うん、あの違った選択肢男子さんの選択肢が、うん、こう思い浮かばないというか見えないというかな、うん、そっちに及ばないことは 例えばもう仕事なんかもねうん、うん、会社をやもう辞める、うん、辞めないっていう選択もあるし例えば、まあ、結婚するしないも大きいし離婚するしないはもっと大きいみたいな二者択一の思考に陥って こととっててねも多いですよねでも10代ごとの選択だから逆に選択をやだからまあこのままだから分かれ道に来て分かれ道に来てるんだけど会社を辞める辞めない結婚するしないそれから離婚するしないっていう大きな分かれ道だからこそどっちを選んでも怖いからここに佇たずむってことをしちゃう。 たたずんじゃはや何十年も。という,そう,そう,そうこともあるよね。<laughs> えっていうねたむエネルギーもかなりなもんだと思うんだけど、はい、でもそこにいやいやこの右左じゃなくて白か黒かじゃなくて違う選択肢もあるんじゃないかっていうことですよね。まあ会会社社にしたら会社を辞める辞めめるない とといいううことでも、はい、あ自分は一体何をしたいんだろうか、はい、どんな仕事をしたいんだろうか、うん、どんな仕事をして自分を生かしたいんだろうかって考えた時にですね、うん、ちゃんと思考した時に、はい、会社にいればできることとできないこととある、うんうん、個人になればできることとできないことがあるどっちもあるんだよね。でそれをよくよく考えた上でじゃあここでできることは何だろうか。うん いやこっちに行ったらできることなんだかって、うん、そういうこバランス的に考えるっていうことは私は出版社に所属してたんですけれど、うん、その会社の先輩がある時、うん、その会社を辞めるか辞めないかみたいな感じで悩まれてで結局辞めたんですよ、うん、で辞めてじゃあお仕事どうされるのかなと思ったらもともと編集者として会社員として編集者だったと。で辞めて会社員じゃなくてフリーの編集者になったと。うんうん だけど、その同じ会社の仕事をフリーランスとしてやるようになって、うん、で、もうそれまで以上にすごいこう才能を開花させたっていうのを、まあヒットメーカーになったんですね。うん、その方、その姿を見た時に、あ、なるほどなと。自分のこう落ち着く、自分の活躍しやすい。 状況っていうか場面っていうのを自分でこう考えられたんだなと思ってでもこの会社を普通だとやっぱ会社を辞めるっていうともうそこの会社と、まあ、ね,縁が,ね縁が切れちゃうようなイメージあるんですけど、うんうん、あその間の選択肢みたいなのをうまく取られたのかななんていうふうに思いましたね。あとやっぱ結婚 はねよくそういう会社を辞める辞めないと同じような感じで、うん、ね,ね結婚、うん、離婚っていうのも一つのこう,う二者託一がありますけれども、うん、特に、ね、面白いまあこれちょっと余談になるかもしれないけど断車員の離の離婚、はい、でどういうわけか、はい、断婚車婚という言葉ないわけよねないですね結婚を断するね、はい 結婚婚ててるっていう言葉はなくて、はい、離婚だけがあるんですよね。うん、だから結婚という形態を捨てた関係づくりね、えー、形にこだわらない結婚形態があってもいい,い,いはずなんだけどね、うん、そこまで考えが及ばないっていうこともあるんですよね。うんうん、で私は断捨離の離っていうのは距離の離とも理解しているので、うんうん、まあ 離婚という関係でお互いが距離ですね、うん、距離を取るとどうなるかっていう、うん、その程度のものだと思ってるんですよ実はね、うんうん、だからそれを法的に離婚とかというのも固定観念かな、うん、みたいに思ったりもしますね,、うん、ねイエス・のだけじゃないなんか意味がね、うん、実は男子の理にはあるんですよね。うん。うん 距離のリノで,、ね、ですね。距離を測ることによるね、それは頻度ってね、うん、ええー、空間認識で言ったら本当に距離だし、はい、時間認識で言ったらこう、うん、接触頻度っていうことでもあると思います。うんうんうん、DVD 付き断捨離入門講座はアマゾンや書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方は。 こちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。そしてさらなるお得の情報はこちらからゲットしてくださいね。